皆さんこんにちは。おにゃんこクラブの中でも歌唱力に定評があったかわいその子さん、早い時期からドラマやソロデビューするなど、おにゃんこクラブを代表するメンバーの一人でした。そんな彼女のハートを射止めたのは、秋元康さんとゴールデンコンビを形成した作曲家の後藤嗣俊さんです。今回はそんな可愛園子さんの後藤嗣俊さんとの馴れ初めや、引退後の生活、お子さんの産む、離婚の噂、アイドル活動、曲に隠された思いについて調査していきます。まずは可愛園子さんの簡単なプロフィールからご紹介します。本名後藤園子、生年月日1965年6月20日、身長162センチ、出身地愛知県、最終学歴日本福祉大学附属高等学校、所属事務所ホリプロ。1983年に CBS ソニーが主催するティーンズポップコンテストで準優勝し、芸能界に入った可愛園子さんですが、レコード会社対抗運動会に呼ばれたくらいで芸能界の仕事はなし。そのため高校を卒業すると専門学校に進学しています。専門学校の卒業を控え、就職の内定ももらっていた可愛園子さん、1985年3月に夕焼けにゃんにゃんのオーディションコーナーに出演してほしいと頼まれたそうです。2日くらいで済むだろうから、帰りに原宿行ってショッピングでもしようと軽い気持ちで了承し、同年4月にオーディションコーナーに出演すると見事合格。オーディションの翌週からおにゃんこクラブのメンバーとして活動することになりました。同年7月にはメンバー初となるソロ活動としてスケバンデカにゲスト出演、9月にはこれまた初となるソロデビューを果たしています。おにゃんこクラブでトップクラスの人気だった可愛園子さん、1986年4月1日におにゃんこクラブを卒業すると本格的にソロ活動を始めています。今も昔もグループを卒業しソロ活動を始めてもうまくいかないケースは少なくありません。ですが可愛園子さんは卒業後も楽曲のリリースやライブ、女優業など順調に活躍していました。ところが1988年にテレビ出演への拒否宣言を行うと、1990年にファンクラブ解散と休養を宣言。いつまでもアイドルとして扱われていたことが原因だと言われています。こうして徐々に表舞台から姿を消した可愛園子さんですが、1994年に結婚したことが大きな話題となりました。可愛園子さんが結婚したお相手はベーシストや作曲家として活躍する後藤嗣俊さんでした。秋元康さんとのコンビがゴールデンコンビと呼ばれる後藤嗣俊さん、おにゃんこクラブだけでなく可愛園子さんのソロ楽曲の多くに携わっています。後藤嗣俊さんと可愛園子さんは楽曲の提供がきっかけで交際に発展したのでしょう。期待のメロディーメーカーと同時にアイドルキラーとしても有名な後藤嗣俊さん、それまでにシモンズの玉井多恵さん、木之内みどりさんと結婚離婚を繰り返しており、可愛園子さんとの結婚は3度目の結婚でした。アイドルとの交際すらタブーとされていた当時の芸能界ですが、後藤嗣俊さんは3度もアイドルと結婚しています。それでも芸能界から干されないということが後藤嗣俊さんの才能の何よりの証明でしょう。ちなみに後藤嗣俊さんとの結婚と同時に可愛園子さんが芸能界を引退していたことも発表されています。1994年に後藤嗣俊さんとの結婚が明らかとなった可愛園子さん、気になる子供ですが、2人の間には男の子が1人いることを可愛園子さんは明かしてます。後藤嗣俊さんが子供について語ることはほとんどありません。そのため名前はおろか誕生した年も不明。ただ名古屋ドルトンスクールに通っていたことは間違いなさそうです。というのも後藤嗣俊さんが派手な格好で幼稚園の行事に参加していた姿を目撃されていたんです。神田うのさんや石田純一さんの子供も通ったと言われるセレブ御用達のドルトンスクール、100人の生徒がいれば100通りの考え方やり方がありますと、子供の個性を伸ばすことを重要視する教育を受けられるそうです。普通や周りと同じことを重要視される日本の教育とは正反対と言えますね。可愛園子さんの息子もドルトンスクールでのびのびとした教育を受けたことでしょう。その後息子は南山小学校を受験するも不合格で、
公立の小学校に通ったという情報もありました。ちなみに詳しくは口述しますが、かつて後藤嗣俊さんはそれまでの恋愛結婚遍歴をトンネルズにいじられていました。その最たるものがマッスルスティックというあだ名でしょう。意味は日本語訳して下ネタ風に解釈すれば言わずもがなですね。ご本人もライブの演奏中にこのあだ名をファンが絶叫して手を焼いたそうです。しかしそれ以上に心配なのはこのあだ名が息子さんに継承されていないかどうかでしょう。どうか平穏な日々を過ごしていることを祈るばかりです。また河合園子さんには枕営業の疑惑も出ています。その話をお笑いコンビナインティナインの岡村さんがラジオで話したことで、2011年頃ネットで枕営業をしていたのではないかとかなり話題になっていました。おにゃんこクラブでソロデビューできたのも河合園子さんが関係者と枕を共にしたからではないかと、もっぱら一度や二度ではなく芸能関係者とセフレになっていたそうです。現在はかなり見つけるのが困難と思われますが、2011年話題になった当時にはネットにそのハメ撮りも投稿されていました。動画には男性に後ろからやられている河合園子さんらしき女性の姿が映ってました。しかし動画も随分古く、一部出回っている写真もかなり不鮮明で、河合園子さんだと言い切るのは難しいものです。1994年に芸能界から引退していたことが明らかになった河合園子さん。2000年に後藤嗣俊さんが音楽を担当したドラマ多重人格探偵サイコ天宮和彦の期間に一瞬だけ出演。これを機に芸能界に復帰するかと思われましたが復帰はせず、その後も芸能界に復帰することはないと思われましたが、2010年3月に資生堂インアンドオンの CM 出演を発表。この CM 限定という形ではありましたが本格的な芸能活動を行いました。河合園子さんが子供がいることを発表したのもこの CM 発表の場でした。およそ20年ぶりの芸能活動となった河合園子さんは、あまりに緊張してと久しぶりの芸能界に緊張を隠しきれなかったようです。限定的ながら CM 出演をした河合園子さん、2024年現在は専業主婦に戻り、実家の横に建てた自宅で生活をしているようです。ベーシストや作曲家として活躍する後藤嗣俊さんはあるインタビューで、僕のベースも数曲は自宅スタジオで弾いたりと語っていました。自宅にスタジオがあるということはかなり大きな家であることですね。河合園子さんもそんな広い家で悠々自適な生活を送っているんでしょう。子供が手を離れたら再びその姿を見せてくれる日が来るかもしれませんね。ご本人登場とはいかないまでも、河合園子さんの往年の姿は今なお若手アイドルの憧れとなっているようです。2018年のザ・テレビジョンの取材では、東京女子流の皆さんが哀愁のカルナバルのパフォーマンスに胸震わせていました。この楽曲も当然秋元康さん作詞、後藤嗣俊さん作曲ですね。中江由里さんはその歌声や肩を上げて踊る部分に驚愕し、庄司芽衣さんはアイドルとしての完成度の高さに圧巻といった旨の感想を述べています。後者曰く、当時のアイドル全体を指して身近ではなく遠いスターのようだとも例えておられました。その中でも河合園子さんは特にそうだということでしょう。若手アイドルにも今なお愛される河合園子さんですが、実は2019年にその歌声はカムバックしていました。どういうことかというと、いわゆるサブスク解禁です。音楽ストリーミングサービス AWA にて同年のクリスマスから配信がスタートしていたのです。これに対するご本人のコメントなどは特にないようですが、ファンの耳には彼女が帰ってきたとも言えそうですね。河合園子さんと旦那の後藤嗣俊さんには離婚したという噂があるようです。結論から言うと離婚していません。2024年現在、河合園子さんと後藤嗣俊さんの離婚報道はありません。噂の発端は河合園子さんを心配したファンの声が多かったからのようです。後藤嗣俊さんに2度の離婚歴があり、かつてアイドルキラーと呼ばれた存在でした。河合園子さんとの結婚以降は大きな恋愛スキャンダルはありません。アイドルと音楽家の禁断の恋ですが、
もうすぐ結婚30周年を迎えるほど円満なようです。いつか YouTube などで夫婦揃った映像を見せてほしいですね。作曲家としても成功しているので経済的にも問題ありません。子供のためにもよほどのことがない限り離婚はないのでしょう。おにゃんこクラブ会員番号12番でチームを代表する人気メンバーだった河合園子さん。そんな河合園子さんは日本人離れしたくっきりとした容姿をお持ちです。一度はなってみたい顔ですね。河合園子さんの国籍が気になる方も多いようです。調べてみたところ、河合園子さんの国籍は日本とのことです。日本人離れした顔立ちは両親の影響でした。デビューして4ヶ月目にはフランスと中国のハーフの女の子と自己紹介をしていました。永遠の少女河合園子です。歌うリカちゃん人形などといった自己紹介のフレーズはいろいろあったようですが、どれもそれを自称するのを許されるほど芸能界でもズバ抜けて可愛いアイドルでした。きっとお子さんも容姿端麗な子なんでしょうね。河合園子さんはアイドルだったにもかかわらず不器用な上に人見知り、とあるラジオ番組に出た時はパーソナリティを怒らしてしまうような人だったのです。アイドルとしては欠点の性格でしたが、河合園子さんはライバルたちの中誰よりも特別扱いされていました。おにゃんこクラブには多くのメンバーが在籍していたので、何とか自分をアピールしようとガツガツと前に出てくるメンバーも少なくなかったようです。そんな中で河合園子さんは秋元康さん曰く元祖塩対応、あまり自分からアピールするようなタイプではなかったそうです。塩対応はサービス精神がなく性格も悪いといったイメージですが、河合さんは気さくで社交的な性格だったと言われています。おにゃんこクラブの中で一番最初にソロ活動を始めたのも河合園子さんで、一番人気だったメンバーも河合園子さんでした。もともと芸能界に強いこだわりがあった方ではないと思われます。また早くからソロ活動をしていたので自分をアピールする必要がないと思っていたのかもしれません。芸能界という厳しい世界だと性格に難が出てもおかしくありません。ですが河合園子さんのように気持ちに余裕があれば自分に嘘をつかずにいられるんですね。おにゃんこクラブでは新田恵里派閥と国生さゆり派閥があり、2人はとんでもなく仲が悪かったというのはファンの間では有名な話です。河合園子さんはそんな2人を気にすることなく、特に派閥を作ることなくアイドル活動に専念していました。ちなみに新田恵里さんと国生さゆりさんの両方と仲が良かったようです。特に新田恵里さんはバイト感覚でおにゃんこクラブに入ったと言っていることもあり、何かシンパシーを感じていたのかもしれませんね。お子さんが独り立ちできたら再び芸能界に戻ってくるかもしれません。全盛期のような輝きで日本中を虜にしてほしいですね。河合園子さんの曲には実にいい曲が多いです。河合園子さんはアイドルチックな曲を嫌い、アーティストとして曲に向き合いたいと望んだそうです。その思いを受け止めて歌詞を提供したのは秋元康さんと後藤嗣俊さんという期待のソングライターでした。当時曲を作れば必ずと言っていいほどヒットしていたお二人が提供した曲が悪いはずがありません。誰もが認める歌い手としての実力が見え隠れしていた河合園子さんが曲に負けないよう一生懸命歌っている姿を応援するファンも多くいました。曲の中には河合園子さんの思いを綴ったものもあると言われています。5枚目のシングル「悲しい夜を止めて」は決して成就することのない恋を男性側の視点から描いた曲です。出来上がった歌詞にプロダクション側は一時戸惑ったとそうですが、彼女自身が歌いたいと願い出たそうです。この曲は河合園子さんが脱アイドルを果たした3枚目のシングル「青いスタシオン」と4枚目のシングル「再会のラビリンス」、そして「悲しい夜を止めて」の3部作になっているのではと言われています。青いスタシオンは別れの曲、歌詞にはカップルの別れが記され、少年の頃に見た小さな夢が忘れられないと地図を持たずに都会に旅立つ彼に対してずっとついていきたかったけど彼は私ではなく夢を選んだという切ない曲になっています。再会のラビリンスは青いスタシオンに続くもので、
彼女が彼のいる都会まで追いかけていく話。ただ彼がどこにいるのかわからなく、会えるだけでいいと彼を探して街をさまよう曲です。最後の悲しい夜を止めては街をさまよいながら探していた彼と会えたものの、結局は彼女を幸せにすることはできないと悟った彼が、彼女の幸せのために彼女の元からそっと姿を消すというものです。3曲の主人公が同一人物だと公言はされていませんが、3曲で一つの映画のようなストーリーが推測できます。河合園子さんも同じような捉え方をしていたと思われ、3部作の最後の悲しい夜を止めてで初めて専用の衣装を作ってもらっていて、自身のアイデアもデザインに盛り込んでいます。帽子から靴まで全身黒で、胸に紫のリボン、まるでフランス人形のような姿で歌い上げました。完璧な衣装と3曲は河合園子さんの最高傑作の一つだと言っても過言ではないでしょう。いかがでしたか？今回は河合園子さんの後藤嗣俊さんとの馴れ初めや引退後の生活、お子さんの産む、離婚の噂、アイドル活動、曲に隠された思いについて調査していきました。またいつかテレビで見れる日が来るといいですね。最後までご視聴ありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録、高評価もぜひお願いいたします。それではまた。